はい、ちゃちゃんです。帰りです。元気振動出てるところの、この、ガソリンスタンドは、ちょっと新道路ができるため、ここはもう閉鎖しております。そこもそうですね。緑の枠が出て、もともとは、床屋があったんですけど、緑のフェンスでもう、立ち退いております。で、ちょっと今から帰りたいと思います。今日は天候がいいわ、明けて。ここ全部新道路ができるんですよね。甲府橋通りっていうのですね。
川名公園って言われてたんだ。ここで結構遊んだんだよ昔な。壁のところでなんかあのボールとかで遊んだわ。すげえ遊んだよここで。でここになんか埋めたんだよな、未来のカプセルみたいので。でもそこもうなくなっちゃってるな。でこれ昔なんか小学校の時 BB 弾でなんか打ち合わせてたんだよ、バルサ P38 とかで。それでなんかある人に目に当たって、もう一時期もう目が赤くなってしまって、もう失明するかどうかっていう話だったんだけど、失明しなかったっていう、もう小学校の時大騒ぎになったって事件があったんですね。その後絶対ゴーグルをしなきゃいけないっていうことになったっていう経緯がありますね。はい、では足立区扇まで来ました。どうもありがとうございました。